イグメニツァは、ギリシャ共和国、イピロス地方にある都市であり、その周辺地域を含む基礎自治体。テスプロティア県の県都である。アドリア海に面した港湾都市である。ギリシャ北部を東西に結ぶエグナティア高速道路の終点でもある。ギリシャ語以外の言語では、以下の名称を持つ。イグメニツァの街は、古代には、ティタニーの名で知られていた。紀元前4世紀には、 28ヘクタールもの領土があったテスプロティア王国の最も重要な都市の一つだった。ティタニの城壁の周囲は2400メートルあり、4つの門があった。城壁の内部は鎌の形に町が半分に分けられていた。また丘の上に立っていた円形の塔は素晴らしく宗教的な聖域だと考えられていた。 ティタニには2500人が収容できる劇場と2つの神殿が存在していたことが近年の発掘によって明らかになった。また、ティタニはエピロス同盟の会合をする都市でもあった。紀元前167年に町は共和制ローマによって破壊され、後にはローマ帝国に組み入れられた。テスプロティア県の旧自治体テスプロティア県におけるイグメニツァシイグメニツァシは、 デスプロティア県に属する三つの基礎自治体の一つである。2010年に行われた地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で、旧イグメニツァを含め7自治体が合併し、新たな自治体としてイグメニツァが発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区として位置づけられた。下表の番号は右に掲げた。 旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は、無印がディモス、印がキノティタの名を示す。人口は2001年現在、旧イグメニツァ市カリクラティス改革以前の旧イグメニツァ市にあたる、イグメニツァ地区は、以下のキノティタ及び、都市、集落から構成される。表中のデルタ、デルタ、はデルタイタミュータウィオタカッパ。 デルタイオタアルファーミューローイオタシグマミューアルファーの略であり、カポニストリアス改革による東海号以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。イグメニツァの気候は気温を除くとノルウェーのベルゲンとほぼ変わらない。年間降水量はアテネが 380mm に対して、イグメニツァは 1100mm 前後である。ちなみに、 クレタ島は 640mm であり、ヨアニナでは 1300mm である。火表は2005年のイグメニザにおける気温である。ありがとうございます。